よいしょ。あ。よいしょ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 。はい、どうも皆さんこんにちは、安永サイクルです。今日はねちょっとねハンドルをね交換したいなと思ってるんですけど、これが前回つけてたトマゼリのコンドルハンドルで、これが次つけようかなと思ってるアクティブのスーパーローっていうやつですね。うん、どっちにしようか迷ってるんですよ。で前から見るとこんな感じ。いやコンドルハンドル好きなんですよね。でもちょっとこう昔からちょっとこの形が好きで、ちょっとこの形に変えたいなと思ってるんですよね。なのでちょっと取り替えてみようかなと思っております。アクティブのねスーパーローっていうハンドルをつけてみたんですけど、なかなか前傾になってしまいました。いやーこれだったらねどうなんかな、もうちょっと上げればいいんだろうけど、あーコンドルがいいかもな、もうちょっと上げてみようかな。ただねこの YRE がくちゃくちゃえらいクラッチが硬くなりました。ちょっとあれかな、戻そうかな。はい、アクティブのねアクティブのハンドルに変えたんですけど、好きなんですよねこの形、好きなんですがちょっとね何割と、まず
もうここが曲がってしまってますね、クラッチ。でもここら辺もねちょっと変なくなってます。ライトの高さをね少し調整したんですけど、でもねちょっと違うなということなんですよね。前から見た目なかなかいい感じと思うんですけど、乗った感じはこうですね。ちょっと前傾姿勢で好きなんですけどね、セパハン気味で。でもちょっとなんか運転しづらかったので、またコンドルハンドに変えたいと思います。はい、やっと取れたっすよ。で、まあ上でも良かったんですけどね。でもねどっちにしろクラッチが切れなかったので、やはりコンドルハンドルに変えたいと思います。でね、下が22パイで上が28パイなんですよ。でこれがあのここの部分だけが28パイなんで、グリップのところが22パイなので、あのスペーサーみたいなやつを買って28パイに交換してました。はい、でですよ、本来ならアクセルワイヤーが2つなはずなのに、あるんですよここに、なのに1つしかないということで、なんか付属のやつがあったので、これつけれるかどうかちょっとね試していきたいと思います。はい、このタンクを外してね、キャブのところを見てみたいと思います。さあ、そもそも長さが足りるのかという話ね。こう来て、こう来て、こう来て、こっちからこっちからがいいよね。こう来て、こう来てでしょ。同じようにこうさね、こう来て、こう来て、こうか。到着してるな。はい、やっとねコンドルハンドルつきました。そしてねこの、 あの吉村のやつも電池交換したんですよね。で交換したのでね、このなんてびっくり、合わせなくてもね、合わせなくてもね勝手に合ってた、びっくりしました。はい、であとはこいつを飾り付けして、でこれかなをつけたいと思います。はい、そしてなんとね、はい、そしてなんと見てこれ、 TT&CO さんのヘルメットを購入しました。マットマスクかなっていうやつかな。薄いでしょ。ちょっとね、これで一走りどんな状況かかぶって行ってみようかなと思います。どうも皆さんこんにちは、安永サイクルです。今日も元気にね、ZR 塩みたいに乗っていきたいと思います。あのね、今さっきね、
コン、コマゼリコンドルハンドル、全然寒くない、はい、でトマゼリコンドルハンドルに変えました。これね、はい、調子いいです。こっちの方がねクラッチも軽くなりました。こう上を通ってね、ワイヤーが 上を通って、あやべ失敗した。あこれね素人さん、あのね、まあいいや、ちょっと待って、後で言うわ。でね、あの今 TT&CO さんのヘルメット、マッドマックっていうやつをかぶってるんですよ。ちょっとねやばいね、このベッドとか Z に似合うベッドっすね。はい、でね今マイクをね、ヘルメットの中に入れて風が入るかとか今そのテスト中なんですよ。でね今この革座また見て、 E3フライトジャンバー B3、 あの最強、寒くない、もういろんな面で最強。あのねバイク乗りさん、あの本当ね、真冬最強ですよ。真冬ジャンバー最強です。この革ジャン買った方がいい、全く寒くない。で下半身の方がやっぱ寒いね。であとはこのヘルメットが、あれ風切り音がどのぐらい軽減できるかなんだよね。でチンもノーズもあのガードがついてないですよ。だから風入り放題なんですよね。はい、TT&CO さんのヘルメットでマットマスクっていうヘルメットなんですけど、どうもねこのこれガタつくので、ちょっとこっち側に変えていこうかなと思っております。シンプルになりましたね。ただなんかねちょっと隙間があるっていうのをもうちょっと押さえて使いたいと思います。かっこいいですよね。ただ下からの風がねどうなるかちょっと気になっていますけど、とりあえず完成です。寒い。